い、黒沢です、よろしくお願いします。はい、で、ここが、ずっと光ってますが、これはタップですね、ディレイのタップテンポで、これはグローバルに効くので、プリセットを変えても同じスピードで、クリーンも同じスピードでついてきてくれるという感じです。で、例えば速くしてこれですね、変えても追随すると。なので、まあ、一応曲には合わせようとはしています。まあそこまで厳密に曲にぴったり合わせなきゃいけないわけでもないので、ライブではですが、まあ重要な曲、ゆったりとした曲だったりとかは、テンポに合わせてあげるといい感じに、曲のテンポでディレイがついてくる。でもこれの要注意点としては、結構たまにこんな感じですごい遅いテンポになっちゃってたりとかするまま、曲始めちゃったりとかしがちなので、そこは忘れないようにしてます。たまに忘れちゃいますけど、はい、こいつは、長押しでチューナーに行きます。でチューナーのモードの場合は音はミュートされるので、MC 中とかにもチューニングができるという感じです。もう一個は、例えばこのシーンの切り替えとか、まあ、下段のやつは特に結構グッと踏み込んじゃいがちなので、この長押しで何か別の機能を持たすのは、まあ、オフってます。これが入っちゃうと、例えば XY の切り替えとかここに入れたりとかすると、思わずねライブとかで力入ってグーって長押ししちゃうことがあるんですけど、それは効かないようにしてます。で、一番上は何だったかというと、プリセットの切り替えですね。1から8まで。まあ、基本的に1から4はここで選べるんですが、例えば、まあ、今ちょっと入れてないんですけど、5番にして、そしたら5、6、7、8っていうのをここに全部入れておけば、もう1個拡張できると。まあ、ほとんどはこの4つで全部やって、ちゃいます、はい、4つの中でもこれオンにしたりとかディレイにコーラスつけたりとか、まあそういうのはできるんで、割と幅広いかなと思ってます。で、これをしてからこの F1 に押すと、バンク自体がこう上がり下がりしてくれるんで、まあ、よっぽど違うところに飛びたい時も、まあ足だけでも飛ぶことができると。はい、で引き続き、各種ペダル4つ、まあ、ペダル4つも、いらないんですが、まあ、最大4つというか使っています。主にペダルがどんな役割をしているかというと、ここはワウにすることが多いです。で分かりやすくここに今ワウと音量が大きくなる EQ と、パラメトリックと、ディレイを置いています。でこれをもう踏んだ瞬間、まあ、ワウもオンになるし、音量も大きくなってディレイもトロの音色になるという感じですね。でこれを設定でこの一番下になって数秒経ったらオフになる、これでオンになって下下げたらオフになるというような設定にしてます。なのでもうここ踏んだだけでワウがかかるし、ゼロにしただけで元に戻るという感じにしてます。いわゆるこの、ハードウェアのワウみたいに、ここでガチャコって踏み込んでガチャコって終わるっていう組じゃないので、非常に楽。はい、で一番こっちからいきましょうか。こっちは、ディレイが足されます。で分かりやすくここにも、さっきのディレイとは違う、ソロ用のディレイとは違って、エフェクティブにはピャン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 っていうディレイが入るようにしてます。でこれも踏み込むとディレイがオンになりますし、その送り値も上がるという仕組みになって、下げたらオフという感じです。で次この人、これは、ディストーション、もう一個ディストーションを実はありまして、ここでブーストしてるメインの、まあ、ほとんど歪み足してないよっていうドライブなんですが、それともう一段ドライブを入れていて、それは歪みを多めに足すやつですね。これを踏むと、まあこれがオンという仕組みになってます。でこれもゼロになると、はい、でこれここに入れりゃいいじゃないかって感じなんですが、まあもともと
いろいろマストで入れたいペダルが他にあったんで、これをこのエターナルにアサインしてあげることによって、ここに並べなくても、ここにもう一個スイッチがあるような感じにすることがペダルでもできます。はい、でこれは別に外部スイッチでも別に大丈夫なんですが、スイッチだと点灯とかしてないと、ついてるのか消えてるのか分かんないんですけど、まあペダルの場合はもう一目瞭然で、踏んであればオンになってるし、こっち踏んどけばオフになる。はい、なのでここに画面になくても、このカートの方にこうやってやっておくと必ずオフになるという感じです。でこれをよく使うときは、フィードバックとか欲しいときとか、これを踏むようにしています。まあ本当にエフェクティブな箇所のみに使う感じですね。でこのディレイと合わせてこう2個バーって踏んだりとかすると、フィードバックもかかって強烈なディレイもかかってっていう。で最後こいつもディレイのペダルなんですが、こいつはオンオフではなくて、ディレイのかかり値をディレイのレベルですねを上げ下げします。で、まあ早弾きの時とかは少なめのディレイ、メローなソロの時とかは、これを踏むとディレイの奥に上がるという感じになってます。でこれは、ゼロにしてもオフになったりするやつではなくて、微妙な幅をこう行ったり来たりするものになってます。